吉間田おじさんは終わらないわ、マリサだぜ。さあ相手はベヨネッタだぜ。ベヨネッタは、上手い人とそうでない人で実力が運命の差であることに気づいたわ。さあそれじゃあ魔王様に鑑定してもらおうぜ。魔王ジャッジメントタイム。これは勝てそう。まだわからないぜ。ほらー。勝てそうだわ、確かに。無事勝てました。さて改めて、てよ猿さーん、ジジイも強いイメージがあるな。さて実力は、あ、うまいわこの猿、わかるぜ。ジジイはバナナの回収の仕方で実力がある程度わかるぜ。これはきつい。なかなか厄介な猿ね。痛い。こら猿、パチパチするな猿、こら。今のは良かったが、本当バナナを巧みに操って翻弄してきそうだぜ。このドロップキックも早い、っておじさん。欠かさずバナナでこけるぜ。もう芸人になった方がいいんじゃないかな。もう半分芸人だろ。失礼な。すごい動き、完璧手玉に取られてるぞ。この猿めっちゃ強いわね。これはほんと気を入れていかないと、一方的にボコボコにされて終わるわ。今のチャッチはバナナで逆に隙を減らしたが、バナナに活路を見出したおじさん。しかしまたバナナで豪快に滑るおじさん。もうバナナおじさんでいいんじゃねえか。うるせえ。危ない危ない。ギリギリ耐えるわ。じゃあ、耐える、見事だぜ。まんまと3連発食らってんじゃねえよ。おじさんは耐える。ほっかほかおじさんの一撃で、ここで崖外はかなりきついぜ。復帰措置はしてこなかったけど、しかし残念ね。もう今後は繋がらないわ。食らいすぎなだけだぜ。ロケットおじさん。黙れ。はぁ、はぁ、ちょ。あの猿回避寄りしてるぜ。かなりの実力者ね。あ、おーい。危ない。180% おじさん命拾い。けど確かにかなり突っ張りやらで粘ってるぜ。猿も100近く溜まってるぜ。おじさんの執念。これは無理。お疲れ。ウエスまで釣ろうとするも、釣れたのはピーナッツだったわ。ピーナッツおじさん。何でもかんでもおじさんつけたらいいんじゃねえぞ。よし、バナナゲーっと。バナナ扱えるのか？バナナおじさんの進化見せつけてやるわ。ほらー。お、せい、どこ投げてんだ？チェストー。よーし、バナナおじさんの実力。いや、バナナ関係ないだろ今の。わかってないわね。バナナを持ってれば相手は当然ガードを固くする。そっからの援護が言ってくるのよ。あとバナナ怖い。バナナは狂気だぜ。だがおじさんは負けない。粘り強いおじさん。圧倒的に分が悪いぜ。殴られても投げられてもおじさんは負けない。結構悲惨だけどな。このバナナと猿の位置づけ、ここだ。神霊。おー、ナイス。ほらー、まだまだ。さすがやるわね。受け身取られたぜ。痛い。なんの、お、これは、バナナだ。よーし、元気100倍。せー。よーし、バナナおじさんの勝利。最初絶対負けるな思ってたが、気持ちだけでも勝っていく精神が大事なのよ。特におじさんは。よーし、乗ってきた乗ってきた。今度はゼロスーツサムスだぜ。相性最悪だが、逆風の中でも耐えるのがおじさんポリシー。なんだ？何回えよ？陸人、さっき逆境がどうのこうの言ってたよな。確かにある程度の陸人はおじさんを使う上では仕方ない。で、またお前かよ。さあ、前とは違う人だが、リベンジマッチだぜ。さっきのバーサス猿の時もそうだったけど、おじさんのホームグラウンドで負けるわけにはいかないのよ。スポンサー何回ねえよ。とまあ苦手な相手の時は、粘り強く、高校野球のごとく気合を入れていかないと。一応突っ張りとかで反撃はできてるが、でなんで今魔人剣打とうとしたんだよ。いや、レバガチャしたら魔人剣出ちゃった。でも流れは明らか悪いわね。一応パワーの差で実際の数字はそこまで変わらないが、まあ、雰囲気は悪いよな。今のナックルがガードされるのは辛い。やばい。おー、飛躍。あ、危な、光の通勤タックル。ほらー、いいな、2コンボだぜ。駆け込み乗車入りまーす。危ない。いいな、流れ来てるぜ。正気。おじさんエルボー決まりー。今のはうまいぜ。一瞬の来た流れを逃さず仕留めたぜ。流れが悪くなって動揺したわね。プレイが雑になってたわ。ほらー、よし、もう一度、おじさんの美脚を駆使して足元から崩していくわ。まだ流れは来てるぜ。ほれー、おじさんを前にどうすることもできない。ほらー、すごいな、全部返り討ちにしてるぜ。見える、見えるぞ。お前の動きが全て見える。これは覚醒か？お？危ね。アニマレーザーはかき消せるけど、明らか相手方針変えてきたな。これからおじさんの独壇場だと思ってたのに。まあ相手も気づいて修正するだろ。なんかようわからん。くっそ逃げるな。
痛い。逃げられるだけで一気に釣りになるおじさん。悲しいかな。一気に詰められると体がついてこれないのよ。このかかと落としにもトラライダーか。徹底して待って、勝ちをつかみにかかってるな。しかし取ってつけたような戦術だけで崩れるおじさんじゃないでー。ほらー、惜しい。今の掴まれるのは本当に辛い。甘い、辛い中の甘み。何言ってんだお前は。おじさんホームグラウンドの進化、今こそ発揮する時よ。さっきもそうだったが、相手にはワンチャンコンボがあるからストックがあっても油断はできないぜ。届かん。あぶね、ほれー。おー、それはダメだろう。あぶね、ラッキーだぜ。甘いわー。安易な追撃はデスゾーンよ。チャンスを逃せば相手にチャンスが回る。勝負ごとの断りだぜ。よし、ホーム球場で勝ちをもぎ取ってビジター遠征行くわよ。今回はメタナイトだぜ。いいわね。遠距離攻撃持たないキャラは戦いやすい。てか気づいたわ。なんだ、ここもホームグラウンドだということを。どうでもいいわ。よくないわね。よーし、魔王じゃんけん。メタナイトにはいろんな技が確定するから、無理にじゃんけんする必要ないぜ。てかこれカービィの時も同じこと言った気がする。私はもうじゃんけんをすることしか考えてないわ。なんでそこに振らねえんだよ。じゃんけんの中毒性にどっぷり使ってしまった。もう好きにしろよ。今もまあ、良い感じに試合運びしてるしな。痛い。鬱陶しい。すべてをぶち壊す流星キックだぜ。おらー。惜しい。もし切りつけてたらタイプバチコーで。おじさん事故で死亡。そこのまんじゅう死んねえ。ブーメランだぜ。うるさい。ここでせーなんだと。構わん。かかと落とし最高。かかと落としは一撃で割れないのか。多分ひょっと遠かったんだと思う。ほれー、各種強攻撃で崩していくわー。そのダッシュ攻撃早い。優秀だぜあれは。来た、よし魔王じゃんけんで。今回はなかなか決まらないな。おじさんの気持ち知ってるのかしら。それは極力当たるが、肝心のじゃんけんは。あれ届かん。やっぱじゃんけんせずに強攻撃ぶっぱの方がいいって。確かに、けどね、知らなかったのよ当時は。ああそうだな。負けずにじゃんけん。待たれた。それらも併用してくるとなると、だいぶ確率は低くなるぜ。いや、逆にここまで寝そべりを多用するのも一種のチャンス。見せなさい。次こそバッシャーン決めてやるわ。で、やめろ。けどじりじりダメージ重ねられてるぜ。そっかにさえすれば、じゃんけんにさえ持ち込めば勝ちが決まるのよ。できたー。おらー。お、なんだと。そ、私のじゃんけんが通用しない。じゃんけん対策ができてるぜ。危な。ほら、風筋タックル。おお、吹っ飛ぶな。うおー。じゃあ、なんで飛ぶんだよ。地上だったらゴリ落ちたかもしれねえのに。なんか、飛んじゃった。でへ、気持ち悪。で、危ねえ。今危うく死ぬところだったわ。復攻撃がかぶー。危ない。相手さっさとウェリー当てて倒したいみたいだぜ。逆にそれ当てないと自利品で負けがちだからねー。ほら、風筋タックル。で、やばい。シャトルループ。吹っよけたわ。ほら。さすがおじさん、通勤タックルで手堅い勝利よ。よーし、順調に勝利を積み重ねるおじさんで。今回の相手はクラウドだぜ。正体痛い、やめろ。何回も言うけど開幕おじさんを切り刻むんじゃない。ガノンレッツで。判定で負けたぜ。危な、痛い痛い。今回の相手は結構強そうだぜ。嫌な流れね。てくそー、逃げるな。キュッキュピ鳴らしていくぜ。バスターソードにも引けを取らないおじさんの美脚リーチ。くらえ。力負けしてるぜ。ふふん、おじさんは力だけじゃないのよ。性能に甘えた金髪坊やにはない。おじさん貫禄の渋い立ち回りを見なさい。を見せてもらおうじゃねえか。よし、釣れろ。この麗しい足に釣れろ。結局ウエスまで釣ってるだけじゃねえか。おー危ない。今のはだけが逆にたわーい。くっそ。その優勢着地はダメだって。にしても今の崖上がりを見とい、なかなかやるわね。ほらー、大その位置でのヤクザキック。あぶね、クラウドは崖外が狙い目だぜ。おじさんじゃんけんゲーム。よーし、裏剣が決まりー。ほらー、いいな流れこっち来たぜ。恐怖の魔王タイムの始まりよ。死んねー。おーゲー、気持ちいい。そこらのゆとり坊やとは違うわ。って怖い。あー。普通にやり返されたぜ。今の好きでやられるのは辛い。逃げる少年を追いかけるおじさん。仕方ないぜ。追いかけないとこっちがやられるぜ。かまえた。ほらー、くらえ。で、超絶テイクイグリコジャンプだぜ。あ、やばい。崖の回避読みが狙われてるのはなんとかしないと。逆にこっちが釣られてる気がするんだが。正直きつい。で、自滅したぜ。ふん。おじさんとの勝負を焦るあまり、メンタルの差がここで出てきたわね。あまり調子乗ってると痛い目見るぞ。はい、気をつけます。
でもなんていうか、魔王を扱う心得が、なんとなくわかった気がするわ。確かに町や遠距離キャラにも対応できるようになったもんな。常に冷静、魔王の威厳を失ってはいけない。